無双剣の山本です。えー、今日もまた猫の名実で、えー、お話ししたいと思います。えー、まあ、今日で一応最終回ということで猫の名実をあのお話し,したいんですが、少しここでまとめてみますと、えー、猫たちがあの豪素に。 まあ次々に挑んで豪訴にまあ持っている所作が通じなかったということなんですよね。まあ、そしてその同情主の証券さんも自ら打ちかかってみましたが豪訴にはまあ及ばなかったと。そしてえ古猫の のろのろとした、まあ、無双のような猫その猫に頼んだらゴースはたちまち捕ら,え捕らえてしまったというお話なんですよねそしてこれはどうしたことかと自分たちの、まあ、猫たちですね証券さんも含めてなぜ通じなかったのかとゴースに質問するわけですよね。 そして古猫が答えるということで、まあ、の武術の目的地である精神の剣心の剣ですね昔から言われているところのことを説明するという、まあ、例え話になっているわけなんでしょうけど、えー、こ猫たちは正賢さんもですね古猫、まあの話を 説明をですね、もう夢のごとくに聞いてたと初めて聞いて全く聞いたことがないとで,ですから最初からもう目的の設定ができなかったんですよね無理もないことだと思うんですけど、えー、つまりあの古猫が言うのには 本来,あの本来はその無念無双のところを目指してやるがよかろうというような話なんですよね。だけど猫たちも証券さんも聞いたことも見たこともなかったとその無双とか無敵とかっていうことですね。 ですからおのおの感ずるところの、まあ、所作を鍛錬していたとそういうことなんですけども、えー、そ,そしてそのフル,フルネコの方はそのことは無駄ではないと次の段階では、まあ、フルネコも説明している通おり、まあ、無念無想の 県に至れば良いであろうということなんですけど、えー、まあなるべく早い段階でですね、気がついた方がまあ得だよということなんでしょうね、えー。そしてまあ最後に、最後の最後にですね、まああの猫が フルネコが結んでいる言葉はですねえこのいう教えを聞こうともやすし教え,教えることもやすしとまあ聞くこともですね教えることもまあできるんだけどもえただ己にあるものを 確かに見つけて我が物にすることがたしってなってるんですよね。つまりあのこういう無双剣とか心の剣というお話を聞いてですね聞くだけであればまあ簡単だろうと説明もしますよということなんですけどもそしてそこまではいいけど 自分でそれを得ることは難しいということなんですね。まあ、あのこの猫の猫字では言ってるわけなんですよ。ここのところはあのただ心の世界のことなのでもしあの分かれば即座にできてしまうということが起こりますね。あの我々の会ではあのお子さんでもできている方がいらっしゃいますんであと1日でだいたい、 無双権の現れた方も,も,もおられますので、えーまあ、難しいといえばすごく難しいわけなんですけどその代わり分かってしまえば、えー、すぐにすぐにできるというのが心の件ですね。えーまあ、皆様もあのあののぜひこういうい 私どもの説明などを聞いて頂い,いて参考にしていただければあのよろしいんじゃないかと思います。あの体の少し悪い方でも私がそうですから年配の方でもあのできる可能性がありますので武術やスポーツなどに応用なされば よろしいいいじゃないかと思いますねそしてあの精神的にも何かあの勝とう打とう,打とうとかそういうのはありませんので、まあ、楽ですよね、えー、勝敗の世界にいないといいますか、えー、そちらの方ではないっていうことなんですよ。 そここのととろはまたちょっと普通理解しがたいとこだと思うんですけどもよくよく考えていただくとあの猫の妙術などを通しても戦いではないという心であれば無念無双の剣は出るという逆のところの発想なんですね。 ぜひ参考にしていただければよろしいと思います。ではまたお会いいたします。